トン一曲、ドラはチーソーです。トンパツ親番滝沢の手が空きました。デキメンツはなさそうです。そしてこちらが魚谷です。魚谷はなんちゃなんといつシャーチャの近藤です。ソーズで一メンツ、そして前原、デキメンツはなさそうです。まあババプロ、はい、手格好はそんなにこの人がということではなさそうですか。近藤プロが一番まとまりいいですね。そうですか、はい。早原さんでもこの形からダブトン捨てていくんですね。第一打自分から今風といえば今風、うん、ですよね。なかなかハイパイの形が良くないとダブトン絞るというのが今、まあ、古いというかですね、昭和の打ち方だったんですけど、最近は相手が重なる前に切るという、考え方がちょっと増えてきてるんですよね。ドラ重なりました。統一4組だ。まあ、それというのはやっぱりそのあくまでも考え方で、はい、どちらが有利不利とかっていうのはやっぱり言えませんか。リリースするっていうのは、僕はですね、これまあすごい単純な言葉で言うと、もうポジティブとネガティブだと思ってるんで、自分の手が悪いのにダブトン泣かすと非常にこう受け麻雀になっちゃうとか、攻めづらくなるという考え方と、はい、ね、先にねむしろ泣いてもらっても対処しやすいって考えるかなんで、本当受け取り方一つですよね。竹澤チートイツのイシャンテンなんですよね。からのチーマン切りますかね。チーマンバニ2枚出てるんですけど、バニ2枚とりあえずでも一応メンツでも、まあね、ウーワン引きとかも考えないといけないですね、はい、まだメンツでも見てると。だってドラドラだから初ポンでもね十分だもんね。そうですね。少し前原さんも少しずつ、カンチーピンが入りましたが二度受けの形です。お、さあどうする。9番9番でしょうね。6球装備機が本線で、まあ、あとは初を引いたら、いやこれって初は泣きたくないよね。そうなんですよ ね、 ね、ドラあんこならまだしもドラドラですからね、うん、ドラとドラそばのパーソナル、おおすごい。なんてかただチーソーはもう1枚しかないんですよね、うん、とりあえずまあ今え、お統一でも考えてるのか。完全敗ですかね。ああそっか、マンズが今が、ね、さあここですね。でもチーマンが薄いんですよねこれ。そうなるとウーワンつもぎりかでしょうね、うん、パーマンの方が重なりを期待できますから、うん、こういうことですよね。場にもうチーマンが滝沢の目から見て3枚、ローマンも3枚なのにパーマンは1枚なんですよね、うん、実際近藤1枚持ってますけど、まあ狙い目の敗テンパったリーチですよねこれ。いやーこれがペンチーソードラのチーソー待ちで先制のリーチ打ちました前原です。一方親番の滝沢、あ押しましたね、いきなり。これはそう簡単には降りられないで、かなり強い牌ですけどね、うん、大谷はまあ妥当に降りていきますよね。マジですか、すごい。マジですかこの人安牌ですよ。リーチ一発もいいペーコードラ、はいですね。何ですかこれ、苦しい町だなと言おうと思った矢先に引かれましたね一発。